目惚れ。もうね、見た瞬間に惚れた。見た瞬間にもう胸が匿名で即買いしてしまった。面白おもちゃ感覚、次は君の番だ。ゴリゴリっていうシリーズ、絵がもう可愛いでしょ。ハゲてるゴリラとか、いろんなゴリラ、青いゴリラとか、そう、黄金のゴリラとか、いろんなゴリラがいて、こうてちょってめっちゃ可愛いんだよね。パワーラックでゴリゴリアクションっていう、おそらくだけど、これを突っ込んでギーンって、昔流行ったよね、こういう仮面ライダーのバイクとかもたくさんあったじゃん。これパワーラックって言うんだね。これサーンってやって、ウィーンって、これすごい重たく、もう遠心力で回るんだよね。それで、駒みたいに回して遊ぶみたいな感じの、裏にね、遊び方も書いてあって、両手を上げが水平に、で、パワーラックで胸のリングをこう、回して、片手でゴリゴリとか、逆立ちゴリゴリとか、いろんなゴリゴリできるわけですな。ちょっと休憩、バタン、おっとっと、ゴリゴリ。で、愉快なゴリゴリ歩きとか、で、ゴリゴリに好きな色を塗って、友達同士でぶつけ合いと。倒れて負けたゴリゴリは逃げ出せよと。なんかちょっと開けんのもすげえ昔の商品だよね、これね。見た感じ。見た感じ、相当昔の商品なのだが、ちょ、開けて遊びたいなって、思っちゃってさ。もうなんかここ割れてるし、もはやね、ここ。割れてるんだよね、ここの、フィルム通過。ブリスタ、ほら。ブリスタの部分が割れてる。ブリスタだ、ブリスタも割れてるから。どういうことか、この色がさ、なんか、このフィルムに色がついてたから、ちょっと汚く見えたけど、実際こんな綺麗なのね。あ、すごい綺麗、ゴリゴリ。で、後ろの、おぉ、ゴリラのお尻が、後ろの絵も傷つけずに綺麗に撮りましたね。ゴリゴリすごい綺麗じゃん。新品だよ、新品。新品未使用。すごい。で、腕を水平にして、ゴリゴリ。おぉ、もうなんか、この時代重たい。これリアル金属だから、すごい重たいんだよね。で、これを回すことによって、一回練習していい？久しぶりだからさ、どういう風にやるのかちょっと忘れちゃったんだよな。あ、入るか、ちゃんと。曲がってるから、ちゃんと綺麗に入るかどうかちょっと。おー！あ、すげー、新力！あの、握力鍛えるやつみたいに、こうやって、ウェン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 って、あんな感じの、パワーがこのゴリラには宿っている。よっしゃ、行くぜ。ゴリラを、ミーン取って。おー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 、戻ってきた。ゴリラパワーが炸裂する。でももう一体欲しくない？もう一体。すげえすげえ。どうだ？お、ゴリラアタックか。おー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 、やべえ。楽しい。すげえ。止まるか？あー止まった！しかしこれどう考えても片手ゴリゴリなんて無理じゃね？逆立ちゴリゴリはできそうだけどな。逆立ちゴリゴリ。これ、あ、これさっきだったらバタンで倒れてこれで、ね、走っていくやつ。愉快なゴリゴリ歩きとかも。ゴリゴリ歩き。ここでなんかあれかな？こうなんのかな？これは面白いぞ！みんなこれ面白いぞ！みんなこれ面白いぞ！中古ショップとかで見つけたらぜひ、ゲットしてみて、こういう系のおもちゃ。お、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 逆立ちゴリゴリできた。逆立ちゴリゴリできた。お、ブレイクダンスだ。ブレイクダンスゴリゴリ。すげえ。まっすぐにしてた、このパワーラック。これがね、愉快なゴリゴリ歩き。愉快なゴリゴリ歩き。だからすげえ、スケートで滑ってるみたいだね。おおおおおお。愉快なゴリゴリ歩き。パワーラックをあの、まっすぐに、もうちょいまっすぐにして、あれだ、折れるかなと思ったんだけど、折れないしね。古いやつパキッと折れるじゃん。でも折れないちゃんと素材になってたわ。いや、よかったわ。で、ゴリラをね、最後に。もう一つあれば対戦できるんだけどな。もう一個あれば、対戦。あれかねえぞ。とりあえずこのゴリラ色塗るわ。色塗ってオリジナルのゴリラにしよう。